手受賞新曲発表記念イベントにお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここでグループ紹介をさせてください。私たち九州女子オクは九州の女性の強さを表した赤をイメージカラーに攻撃的なダンス、そしてオール生歌でのボーカルワークで九州の女性の綺麗さ、可愛さ、力強さをお届けしているガールズグループです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではここで自己紹介をさせていただきます。かなちゃん。はい、九州女子オクに新しい花を咲かせます。九州女子オクの新メンバーカノンです。よろしくお願いします。かなちゃん。月のように丸い顔、鈴川ルナです。よろしくお願いします。ルナチー。はい、私の名前には歌という字が入っています。受賞の歌を守ります、長崎県出身のシエリです。よろしくお願いします。シエリー。はい、それではですね、ここで少しお知らせをさせていただきます。はい、私たち九州女子オクはですね、6月の4日にですね、博多ベイサイドの方にありますベイサイドライブホールさんにて九州女子オク定期公演を開催いたします。この定期公演はですね、なんと記念すべき50回目ということでですね、この機会にね、初めての方もぜひぜひお越しください。そして次の日6月5日に北九州の方で宗像フェスに出演させていただきます。もうね、私たちでもどのライブもね、もちろん全力なんですけども、これからでもっと夏になっていくということで熱く盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、そしてみくちゃんが主演を務めましたソロディフ企画私アイドルやめますが、ただいま YouTube と岐阜の、YouTube とみくちゃから配信が、見ることができます。私もみくちゃんの妹、みくちゃんです。はい、みくです。はい、みくちゃんの妹として出演しておりますので、ぜひご覧ください。はい、ということで、ミクとね、アイミに自己紹介をバトンタッチしたいと思います。はい、どうぞ。どうぞ、どうぞ。はい、その小さいけど夢は大きい九州女子オクの切り込み隊長、山本アイミです。よろしくお願いします。アイミ。はい、ステージ一途、女子オク一途、山口県出身のミクです。よろしくお願いします。ミクちゃん。ここでまたお知らせに行きたいと思います。私たち九州女子オクはですね、明日博多駅の丸井にある HMV ブックス博多店さんにて、あと私たちのね、博多で女子オクというイベントを2部制で行います。1部がですね、この九州女子オクのバキバキとしたライブをお届けするんですけど、2部がなんとね、歌だけアコースティック、どうぞ、楽器はないんですけど、歌だけ、ジャガジャガジャンはないんですけど、歌だけでのね、私たちのね、これまで培ってきた技術を存分に発揮した、アコースティックライブとなっておりますので、ぜひ皆さんお越しください。はい、そして九州女子オク世界最大級のアイドルフェス岐阜2022の出演が決定いたしました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。九州女子オクはデビューして、もうデビューしたその時から全国選抜ライブというものに挑戦させていただき、その時に優勝させていただいて、そこから5年連続で自分のステージに立たせていただいています。今年九州女子オクお台場を赤く染めていきたいなと思っていますので、ぜひぜひ皆さんご注目いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ここからはですね、九州女子オクライブ後半戦に行きたいと思います。ライブ後半戦ではですね、先ほど披露した九州女子オクの新曲もお届けしていきたいと思います。それでは皆さん、後半戦まだまだ一緒に盛り上がっていきますか。イエーイ。一緒に拳上に上げれますか。イエーイ。それでは聴いてください。 Welcome to the music。Yeah!
光を解き放つ。